昨年中はやはり新型コロナウイルスの感染,感染状況が収まらず大変な一年でありました。そんな中で地の発展のためには頑張っていかないかんということの中で地域振興圏等もお預かをさせていただいて。 地域振興献については1万円の配布ナンバーカードの交付率が47.7%と11月現在で、えー、県下で県下内の1位のみんなが納めていただいております。 そんな中で、やはり紀の川市は基本は農業が中心であり果物野菜が本当に日本でも多く生産できている地域ではありますが特に紀の川市の発作につきましては生産日本一の量と知名度を高めていく上にも ブランドの発売をやっていこうということでプロジェクトの推進を進めておりますえ2022年もやはりまず市民の皆さん方が安全安心で毎日が過ごせる 日の川市に正解がならんとそう思っておりますそんな中でコロナなどの感染症状対策の充実、えー、命を守るためにはこれをまず力を入れていかないかんとそう思っております次に働く環境の整備につきましては働く場所の確保 実現をしたいなとそう思っております。そんな中で人口が合併の当初から1万人も少なくなったということの中で子育てをさせていただくそして紀の川市で住みたくなるような紀の川市にしたいなと思っております。 次に産業の活性化についてはもちろん先ほど申し上げた基本産業である農業等につきましては頑張っていくと同時に市民の皆さん方が農業以外のとこでも働ける場所を確保していくということも大事かなと思っております。 次に便利な暮らしといいますとやはり前々からいろいろと計画を進めてまいりました下水道の促進またデジタル化による利便性の向上に努めてまいりたいとそのように思っておりますまた前々からいろいろと計画をしておる軽苗は 関空道路への。事業の推進促進を頑張っていきたいなと、そう思っております。<music> まあ、いろいろありますけれども、私は。野球、電力等級で。木下修をもっと。アップしていきたいなと思っております。 えー、最後になりますが住んでよかったと思える紀の川市それには皆さん方の協力を得ながらそして紀の川市を発展に向けて邁進してまいりますので皆さんのご協力をときともよろしくお願いしたいと思います。